この3人で向かいますけど、ヴィンセントの装備をまずは整えないといけませんね。ケットシーに持たせていたのを一遍全部外します。あとは武器はもうみんな最強のものでいいですかね。マテリアを今さら育てたところでもうエンディング見たら終わりですし、何かいいものを持たせてあげましょう。クラウドも武器を変えた方がいいですね。あとはバレットもか、ミシングスコア。クラウドはアルテマウェポン。シールドと、なんだろう、投げるでも使うことあるかな。カウンターは外しとこう、あとでちょっと残念なことになりかねないので。あとはこんなのでいいかな。アルテマ吸収と封印の追加効果、バレットにこの2つでもつけときましょう。多分これでいいはず。クラウドもこれでよし。うん、大丈夫です。あと30分ぐらいで残りのボスと雑魚敵を片付けられるかどうか、まあどんどん進めていきましょう。アルテマウェポンは攻撃力が本当に高いですね。カウンターは外しておくんやで。うん。クラウドの今セットしてたカウンターのマテリアは外しました。これでも大丈夫。最後は台無しになることはないはずです。強い敵が続々と出てきますね。鉄巨人まで。バレットの最強武器のですね、ミッシングスコアは実を言うとセットしてるマテリアが弱いとあんまり攻撃力も高くならないんですよね。ミッシングスコアという武器にセットしたマテリアがどれだけ成長してるかで武器の威力も変わるっていう風になってるらしいので、もうちょっとなんだろう、つけるマテリア入れ替えたら攻撃力も高くなるかもしれないですね。倒れないな。そして強い。大丈夫か。ヴィンセントが危ない。グランドソフトでバッサバッサと切られてるけど耐えられるのか。うん、倒しましたね。メテオレインは強いです。
レットの武器にセットしてるマテリアを入れ替えます。フルケアとか蘇生とかいろいろ持たしてますけど、もうちょっと成長してるマテリアを持たした方がいいですね。整頓してマスターしてるやつを入れればいいのかな。蘇生はなんとなく持たしておきたい。全体切りも使うかな。時の技も欲しい。まあ、ハンミートは全然育ってないから、なんか別のがいいですね。チョコボ&モーグリとか、多分その方が高いダメージ期待できそうですけど。あとはなんだ、重力とか。多分これでさっきよりはダメージ出しやすくなるはずです。どれぐらい変わるか分かりませんけどね。また鉄巨人かよ。逃げられないかな。あ、逃げられそう。じゃあ煙玉使っとこう。まばいおとっつぁん。逃げられますね。逃げましょう。こっから長い戦いが始まりますね。ここはなんだ、ジェノバ。ジェノバが現れました。一番最後のジェノバですね。ヴィセントはとりあえずカオスに化けてもらいましょう。最強のモンスターですね。変身できるカオスセイバー。守りを固めてから殴っていけば大丈夫です。本体を叩いていけば基本的には大丈夫ですかね。すげえパンパンされてるけど、サタンインパクト、これもヴィンセントの技ですよね。余裕があるか。触手は2本とも倒せましたね。 HP が減ってくるとジェノバカウントダウンが始まって最後に強烈な技を使ってくるんで、できればそれまでに倒したいですけど、間に合うかな。倒した。アルテマウェポンが強いですね。経験値とかめっちゃ入ってるけど、今レベルが上がってもあんまり意味がありませんからね。ジェノバを倒しましたけど、足場がどんどんなくなっていく。光だ。これがこの光がホーリー。エアリスがメテオを止めるために呼び出そうとしていたホーリーですね。
みんなもここにたどり着いてたんですね。結局全員集合かよ。セフィロス、いましたね。セフィロス、これが本当のセフィロスの力だってのか。前足が、後ろ足が、尻尾がちぎれそうだ。やっぱり桁違いや。最終決戦、クラウドと一緒に戦うのは、まあ、さっきの3人ですね。まあ、これで大丈夫でしょう。行くぞみんな。あの時に凍りついた私の時間が今再び動き始める。今度はお前が時の狭間で眠りにつく番だ。エアリスだけじゃねえ、オーリーはアバランチのマリンやダインのこの星の人間の祈りだ。エアリスの思い、俺たちの思い、うん、星を答えを見せろ。見てやりましょう、全ての決着を。こっからラスボス戦ですね。5つのターゲットの、なんというかちょっと読めなかったけど、まずは守りを固めましょう。ヴィンセントはとりあえず強い技を連発してれば大丈夫です。アルテマが使えますね。いきなり倒せたっぽいですけど、そういうわけじゃない。頭部 B が死亡右魔法攻撃 D も死亡、コア D は防御解除。いろいろと忙しいですね。いろんなパーツが、まあなんていうか、やられたり防御を解除したりいろいろやってるみたいですけど、なんというか V が多いので強力な全体技連発しないと大変ですね。バレットは MP が少ないんでマジックハンマーでもぶち込んどきましょう。バースエナジー、回復量は結構大きいですからね。 MP をいただいておきます。倒した。頭部 B が死亡、また死んだの。 C が死亡、
部復活、死んだり生き返ったり、なんていうか忙しい頭ですね。倒しますけど、今度はどこを倒れた。リーが死亡、崩れていってる。リバースセフィロスをついに倒しました。やりましたね。ついにセフィロスを倒しました。ラスボスの割にはあっけないように感じてしまいましたけど、まだね、まだおなじみのあの曲聴いてませんよね。この曲は皆さん知ってるっていう方も多いんじゃないですかね。こいつこそが FF7 の本当のラスボスですね。セーファセフィロス、イカのセフィ、イカセフィロスとか言われてますけど、シャドウフレア、強い技をどんどん使ってきますからね。こまめに回復とかしないと大変です。シャドウフレアをラーニングしてヴィンセント倒れましたけど、攻撃はとにかく強いんで回復は大事ですね。どうしよう、バレットを麻痺してしまったし、ヴィンセントを生き返らせてラストエリクサ投げましょう。マイティーガードも使っときましょうかね。ヴィンセントがちょっと剥がれたので、ペイルホース、これはまだマシな方ですね。スーパーノヴァ、すごい技が来ましたね。トイレタイム、宇宙空間が現れ、宇宙の遥か彼方から凄いものが飛んできます。崖めがけて、フルート、冥王星が粉砕、サタン、土星も、一気に突き抜け、木星、ジュピターを貫通、太陽系が壊れる。
ある意味これメテオがそのまま降ってくるよりも大惨事だと思うんですけどね。水星が太陽に飲み込まれ、金星も消滅、地球はどうなる。地球は壊れるわ。もうメテオどころの話じゃないですよね。外の世界は大丈夫なんでしょうか。逃げられない、逃げられない、ああ逃れられない。瀕死ですね、みんな危ない。とりあえずちょっとラストエリクサーで急いで体勢を立て直します。状態異常はホワイトウィンドでなんとかなりますね。怖い技ですね。ブレイク、ヴィンセントが危ないのでカオスにしておきましょう。多分マルテマ連発させるよりは強いはずだ。カオス、バレットもサテライトビームを打ち込みましょう。宇宙の技に対しては宇宙の技しかない。衛星キャノンを食らうがいい。デスペル、デスペルってことはまたあのマイティーガード剥がされますね。でももう一回使おう。剥がされたらもう一回使えばいいんです。どうということはありません。デイン、ドラクエの魔法かな。ギガデイン的な。そんなに強くはないですね。メテオレイン、アルテマウェポン持った上でこれを使えば、うん、すごい削りましたね。倒した、メテオレインでセフィロスを倒した。なんていうかいつもよりも淡々とした実況配信になっちゃいましたね。すいませんね、本当体調とかがあんまり優れてないもんで、いつも以上にテンション低めになっちゃいましたけど、これで今度こそ FF7 のラスボスセフィロス撃破できました。今の時間が11時50分ぐらいですかね。エンディングまで終わるまでもうちょっと付き合いください。